どうもこんにちは、モンブランです。今回入手したのはこちら、 DDR4 Vengeance LPX 3000MHz 駆動で、8GB 2枚の 16GB のメモリーです。これはね、以前買ったこのメモリーの色違いバージョンの白ですね。中身がこちらです。今回はね、この 16GB のメモリーを、今ある 16GB に増設して 32GB にしてみたいと思います。さあどうなるでしょうか。まずね、現状の 16GB の状態を確認していきます。この状態でハイバネーションファイルとね、ページングファイルのサイズを確認していきます。ページングファイルですね、ページングファイルは 2.37GB ですね。次がハイバネーションファイルですね、これは 6.37GB です。 Windows は実装メモリが増えると、ページングファイルとハイバネーションファイルのサイズが増えるので、32GB にした場合どれぐらいに増えるのかちょっと見てみます。 16GB にさらに 16GB を足して 32GB になりました。ページングファイルは 4.75GB 増えましたね。ハイバネーションファイルは 12.7GB です。こちらもかなり増えましたね。比較です。メモリ容量が2倍になったことで、ページングファイルは 1.74倍、ハイバネーションファイルは約2倍に増えました。ハイバネーションもページングファイルもシステム上から切ることはできます。ただしページングファイルを切るとシステムが不安定になったり、ハイバネーションファイルを切ると高速スタートアップが使えなくなったりします。ですので大容量のメモリを積むときは C ドライブも余裕を持ったサイズにする必要があります。はい、ということで今回はね、メモリを 32GB に増設してみました。まあ最初から分かってたんだけど、やっぱりね、ページファイルとね、ハイバネーションファイルがとても大きくなりましたね。うん、 C ドライブにまあ大容量のね、ハードディスク使ってる場合はいいんですけど、速度を求めてね、120GB ぐらいのね、SSD を、まあ、システムドライブに使ってるとかいう場合だとね、ちょっと容量食っちゃうんで、あんまりメモリ増やすとね、美味しくないかなっていう感じ、検証できました。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたなー。